もパンダです。今日も仕事の帰りにちょっとブラブラ走ってます。ですね、今日も京都市内をふらふら走ってるんですが、今五条通りってとこ走ってます。と特に目的はなしでいつも走るんですが、ね、梅雨がだいぶ近づいてきてるんで、雨が降る前にちょっと一回取っときたいなと思うのもあり、今ちょっと撮影をやっております。ほぼ京都のど真ん中なんですけどね、これ。だいぶねカメラつけてんの見られるのも慣れてきたんと、よく考えたら喋っててもその場離れたらその人とはほぼ会わないですね、もう二度と。もう気にしてたら負けかなと、慣れたもん勝ちかなって感じなんです。ここはねちょっといつも信号混んじゃうんですよね。滋賀県の抜けれる道で、車の量が多いんですよね。昔ツイッターで上げさせていただいたあの桜並木のとこなんです。ライトアップされて綺麗に写ってるとこで、これが五条大橋。弁慶と牛赤丸の名残なんか全くないんですよね、これ。よいしょ。しかしなぜかこんな進まない。早く行っていい。変わっちゃったよ信号。そっか、もう川床の季節か、そろそろ。今日は金曜日。ずっと晴れやったらええねんけど、梅雨はどうしても降ったり止んだりで乗れんくなるんやろな。寒くなっても全然乗るんですけどね。雨は基本もう雨やってなったらほぼ乗らないです。どうしよう、まっすぐ行こうか。これね、一応正面の山見えるかな、ちょっと前のダンプが邪魔かな、あるんですけど、そこがね清水寺なんですよね。で、ほらほらほら、風がちょうど気持ちいい。ちょ、今まで清水寺見えへんねんな。夜になったね、ライトアップしたはるんですよ、清水。何の音？ん？犬でもいたんか？五条坂、五条坂、観光地ですよね。これが大谷の総本山、正面に見えてるのが。行ったことないんですけどね。京都ってやっぱ歩いて観光したらまた違うんかなって。あれ何持ったはんの、なんで猿。ここが東王子通り。
になったらここねいっぱいなんですよ。もう連れが美味しいって言った餃子屋さん、うん、頼む。最近ねレンタル着物店がめっちゃ増えてるんですよ。後輩も店やってるんですけど至る所にあるんですよね。なんでこんな流行ってんやろいきなり。昔こんななかったんですけどね。やっぱ着物着て歩いてる人多いんですよね。やっぱ違うんかな、ああいう浴衣とか着物とか着て歩くんは。居酒屋さん、カニ、うん、これがね、もうちょっとで右側に八坂神社、八坂さんがあるんです。なんかよくテレビとかロケ出てくるとこっすね。これですって帽子の見えへん、確か。この一番上でやってるんですね。後輩の着物、レンタル着物、2店舗目言ってましたね、あれです。そんな需要あんのかな。よいしょ。一回ね、マス2とか一人でブラブラとか走ってこうやってね、撮影、録画はしてるんですけど、ソロ2もまだ撮ったことないなぁと思って、それもちょっとやってみようかな。うん、けどなんかみんなとどんどん約束しちゃうんすよね。本当の初期の頃、免許取って真なしの頃とかはもう、まあ、もちろんね周り誰も乗ってる人いないんで一人で走ってたんですけど、だんだん仲間ができたらそこからつながりがあっていろんな人と走れて、うん、楽しいな、楽しいですけどね。ソロ2も嫌いじゃないんですよ、うん、よいしょ。これをね右行ったら平安神宮があるんですよ。夢街道行くまでに、大きな建物施設っていうのが何個かあるんですよね。その前にも撮ってきるんで、それもちょっとお見せできるかなと思います。あと気になるのはね、僕フルフェスも持ってるんですね。もともと SS 乗ってたんで、フルフェスで喋った声の感じとか、あとほっぺたがねこれニャーチューチューになるんで変わんのかなって思うんですよね。それはもちろんほっぺたが締め付けられてたら、なんでこうムニって持たれた時と持たれてへん時ではもちろんね声の出方が違うんで感じが違うやろうけど、一回フルフェスでもマウントつけてやってみようかな。マイク、マイクぐらいは安いし、付け替えのもめんどくさいし、買って向こうは固定で付けておいて、意外とフルフェスでやった方が風切り音とかなったらおもろいんだけどね。これ自分自身はね、いつも、まあ、これは京都大学病院なんですけど、こう、まあ、慣れた街並みなんで何とも思わずに普通に走ってるんですけど、やっぱこうやって見ていただいてる方がしたら、おお、あれ、あんなとこやるやんとか、やっぱり思ってくれはんのかなって思うんですよね、見ながら。まあもうすぐ見えるところが
僕には何の縁もゆかりもできないとこっす。ここが京都の大学なんですよね、まあ、いわゆる京都大学です。これ右も左もそうなんですよ。なんか学部とかね分かれてるんや思うんですけどね、もうちょいしたら確か正面があったりするんですよね。これ歩いてる人京大生結構いるんちゃうかな思うんですよね。京大でちょっと思い出したんですけど、その京都のローカルなチャンネルがあるんですけどね、そこで昔よくテレビ見てるときに CM でちょっと流れるんですね。で、何やったっけな、あれどうでした、カレーのやつで、何カレーやったっけな、寮長なんや、ちょっと思い出せないんで調べたらまた下に字幕でも入れておきます。はい、ごめんなさい。ここ入ってた食堂の中にあって、そのカレーを売りにしてるみたいなやつが、そのレトルトで食べれるみたいな CM やったんですけどね、何カレーやったかな。でそのね、なんかその言うてるカレーの名称が僕なんか勘違いしてたって覚えがあって、これが正面玄関なはずなんですよね。みんなすごい勉強して頑張って入ったんやろな。まあまあ、でもみんな夢街道ってなんやねんって思ってはる人多いと思うんですよね。まあでもそれはもうすぐ着くんでお楽しみに。路地多いな、なんか食べに行くって鮮度あってやんかな。知らん人からしたら、あの人やっぱカメラついてるぞとか思われてんやろなって、やっぱ気にしてるやんけ俺。でも前とかね、こんだけ前とか後ろにバイクのシェー貼って、しかも今日多分ね声でこうモーモーしてないんで分かるかもしれないですけど、あのマスクをもう暑いししてないんですよね。前とか今絶対恥ずかしい、喋れへんかったけど喋れてもんな、慣れないな、やっぱ恋なんて。そうそう、いろんな人の見ててもこう信号待ちとかでこう横とか前とかやっても普通に喋ったはんもんな。ちょっとごめんね、バスも来んの。もう京都の人やったら有名なとこなんですけどね。高野、北大路通りっていうとこになります。あのとこベランダあって干したはんねん。あかん、またお腹減ってきた。夢街道突入っすよ。お、刀。ね、ここがね、なんで夢街道かと言いますと、